寝すぎた。そんな感じでね、本日もゲームを始めていきたいと思います。本当にマジで何しとるんや今。私は今何をしている。あ、はいはいはい。それが休日なのよ。まあですよね、現実ですよね。それがね、現実から目を背けたい現実から目を背けたい。無理、休みたい、寝てたい、休みたい。ねえ、ちゃんと行きますよ。でもこんばんは。お昼寝3時間してたよね、母。明日からね、また仕事ですよ。お仕事、お仕事。あ、でも2日行ったら休みなんですけどね、多分多分とは違うわ。全然違う方向走ってる。こんばんは、こんばんは。ご無沙汰しております。そうだよね、ご無沙汰ってほどご無沙汰してない気もするんだけど、あれだよね、私が昼に排出アイス、あれでしょ、アイス派かかき氷派でしょ。私断然アイス派断然アイス。ギフトありがとうございます。私がね、ちょっとお昼に配信をしてることがさえしばらく続いたので、お久しぶりの方もいるかもしれません。なんかでっけえ、うわー、なるほど、はいはいはい、でかいでかいでかい。フラミギフトありがとうございます。ギフトありがとうございます。かき氷もね、嫌いじゃないんだよ。なんかさ、ふわふわのさ、あれさ、美味しいじゃん。でもよく食べちゃうのはやっぱりアイスだよね。うん、やべえ、ナイトタイム来た。ナイトタイム恐怖、わあ、来てへへへ、恐怖のナイトタイム。ギフトありがとうございます。わあ、しかもちゃんとな、ユニークモンストじゃないか。ちゃんと名前あったよ君。いやー、もう一人来ちゃったね。ちょっとどいてー、ちょっと邪魔しないで。わあ、なんかまた来た。ギフトありがとうございます。あー、かき氷アイスいいね。なんかそのキャンペーンは何なのどういうキャンペーンなんあんまり分かってないんだが。ギフトありがとうございます。ピクミン体験版、なんかその体験版のやり方がさ、全然わかんなくてさ、私スイッチ詳しくないんで。そう、どうやってやるんですかね、これ。私のスイッチじゃないからさそう、ね、自分のスイッチ欲しいんだけど。あ、でも聞いてくださいね、聞いてほしいんだけどさ、で、財布壊れた。聞いて、本当にマジで。なんか最近さ、まあ、カバンがちっちゃいからさ、ミニ財布を使ってたんですよ。そう、そしたらさ、もうね、アロンアルファで一回くっつけたんですよ、壊れたから。もうダメだった、あの財布もう使えない私のミニ財布、いいの欲しい。
マジで本当にカナピー、マジカナピーマン結構助かってたのにと思って。推しギフト、あ、推しギフト終わったの、嘘、あ、じゃあちょっと、え、マジ推しギフト終わったの、アネルンからもらった、うん、あれは長財布なの、違うんですよ、なんか私が普通にウィゴーで買ったやつなんですけど、そう、それがね、もう使えなくなっちゃいました、ショック。まあ、あ、やばいやばいやばい、新しいの買うか、いやいや、もうちょっと持たせたい、だって買いに行く暇ないんだもん、もう。これどこ向かってんの私、うわ、あそこの上ってこと、やだ、ちょっとナイトタイムにそんなところ行きたくない。ギフトありがとうございます。そう、本当にマジで悲しい、重宝してたのに、めちゃめちゃ、でもいいやつ欲しいよね、ちょっといいブランドのやつが欲しい、一回そう見てたんだよね、いろいろ、だからギフトありがとうございます。どのような、三つ折り、三つ折りっていいんだっけ、なんかいろいろあるよね形、三つ折り、今の多分一応三つ折りではあるかエルメスの財布初めて言われたんだけど、デザイン的にはね、今日見てたらインスタとかで結構流れてくるんですけど、デザイン的には黒いのが可愛かった。そう、あとミュウミュウも好き私は。やっぱりルイ・ヴィトンよ、ルイ・ヴィトンいつか欲しい、ルイ・ヴィトン買えるようになりたいな、いつか。ヴィトンはね、やっぱり憧れですよね。ギフトありがとうございます。ナイトタイム早く終わんないかな、ナイトタイム終わんないと近づけない、あそこに。エルメスってどんなんだった、エルメス、エルメスのミニザイ、エルメス、エルメス出てこないなエルメスの出てこないんだけど、出てこないわ、やっぱりそう、高級ブランド、わかるよ、エルメスはわかるよわかる、 ある程度はわかりますよ、ブランドものデザインを見たかったんだよ、違う有名スワタ高いっす、ギフトありがとうございます。お財布は年収の 0.5% くらいが目安なの、私の 0.5? 0.5? 嘘、マジ 0.5? わかんない、私の今年の年収いくらだろうね私の年収いくらだろうな。ギフトありがとうございます。
ギフトありがとうございます。ビトンとかにしても私が若い頃よりかなり高くなってる。あ、やっぱり上がるんだね。やっぱりそうだよね。ビトンはね憧れですよね、どうしても。そう、高い財布買わない？しかもね、財布はねちょっとあのいいの欲しい派今ね全然お安いの使ってるけど、そういいの欲しい派なんですよ、お財布。だからお財布ってなんか長く使うから、そう1個買うと私すごい長く使うので、そう見え張ってたことあるけど落とした。それはねなんか戻ってこなかったらね怖いけどね。でもそれは見えじゃないと思う、いいと思う。私はねお財布はちょっといいもの持ってた方がいいよっていうのを聞くから。そうそうそう、こんばんは、おかえりなさい。大丈夫、あの休んでた今日お休みだった、ありがとう。こんばんは、深夜のサークル系だった、した。うわ、でも気をつけないとね、確かに夜とか。あ、そう、あのプレゼントがね届きました、何個か。とかね、携帯ケース、いろいろ届きました、ありがとうございます。あ危ない、私の、ちょっと画面が申し訳ございません、映しちゃいました。ありがとうございます。お家帰ったらね結構届いてて嬉しかったです、ありがとう。またねなんか届いたら、届いたよっていう報告もするし、結構もう少し待って、ね、ありがとう。そう、時間見えた？結構。今度送るね、ありがとう。またね写真撮ってちょっとあげたりも。すると思うんで、日常生活の人ってあっってなることもあるかもしれないけど、待ち受け何？言いません、そういうことを聞かないの、言いません、秘密。ね、大切に使わせていただきます、ありがとうございます。ナイツタイム抜けろ早く今そうずっとナイツタイム終わらないかなってぐるぐるしてんのこれほんと近づけないナイツタイム時間。よし来た、デイタイム、ふう、よし行きましょう行きましょう。この間お洋服着てて嬉しかったよ。いやーこちらこそありがとう。この人ずっといるんだな、この人はずっといるのか。よし帰ります、帰ります。どこだ、いやーなんかもうどこもな、なんかちょっと微妙。お仕事戻ります、ありがとう。いってらっしゃい、お仕事。バニットバニット、
あげたからあんまり負けることがない。そう、今日の夜更かししたいな。明日の朝来てほしくないな明日の朝が来てほしくないな。あとでちょっとカラオケ配信したいなと思ったけど、イヤホンがないからちょっとできないな。あ、間違えた間違えた、普通に間違えた、普通に間違えた。マイウェイ、早く寝ましょう。ギフトありがとうございます。早く寝ましょう、早く寝ましょう自分の中で早く寝ましょう。でも明日来ちゃうの嫌じゃん。夜更かししたいじゃん。楽しめたよ連休、楽しかったよ本当に。終わってない、終わってほしくない、終わってないじゃない終わってほしくないよ。だって絶対これから忙しくなるよ、夏休みシーズンだもん。もういやだから、そうそう夏休みじゃん。だからさ、急にさ、その交通機関のさ値段も変わるんですよ、一気に上がるんですよ。そう、まあ金曜日とかっていうのもあったんですけど、私さずっと帰る日を迷ってたの。そう、昨日か、まあ、結局昨日だったんだけど帰ってきたの。昨日のそのチケット取るか今日のチケット取るかずっと迷ってたんですけど、今日になった途端ね値段倍になるんですよ。怖くないですか。そうやっぱりさ、あの夏休みシーズンっていうのと金曜日っていうのもあってめちゃめちゃ値段が上がったんですよ。うわーと思って昨日にしました。そう絶対忙しい、本当に絶対忙しい。そう繁忙期時給上がんないです全然。うん、時給上がるとかは特にないですね、残念ながら。とにかく夏休みシーズンって大変と思って。やっほー、二人ありがとうございます。一晩開けて声が出なくなりました。もうそれはもう喋んないでゆっくりもう喉休めてください。ちゃんと喉休めてね。ありがとう。お礼になんかいろいろくれたよ。のぽんありがとう。よし。うん。あ、パスタあげたいけど、装備をね。買えようかなと思いますね。思ったら買えない方が良かったですね。買えれるものがなかったですね。嬉しいや。よし。
ギフトありがとうございます。かき氷でもキャンペーンって何？なんかさ、上に上りが、上りじゃないわ、説明が出てたんだけど、なんかやってるんでしょ今。あ、待って待って待って、なんか来てた来てた来てたなんか調べてる間にすっごい敵がいたびっくりするからやめてよ本当に。もう先に言ってくれるかな、本当にもう。どこが横だ、ギフトありがとうございます。何のゲームやってるの？あ、ゼノブレイドしてます。そう、ゲームしてるよ。うわー、これやっていいもんか。マリカー配信、マリカー持ってないんだ。でもそう、お姉ちゃんなんだよ持ってるの。マリカー持ってないんで、そうできないんですよ。マリオ系のカセットを一つも持ってなくて、うん、残念ながら。マリオってでも面白いんだけどね。やばい、めっちゃ狙ってくるやん。やめてー、やめてー、当てないでー。わ、レベル上がった。なんで、ギフトありがとうございます。マジでうわー、やばい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 、私ぬんすんじゃう。いやでも大丈夫だな、これ勝てるな、勝てるなこれはな。ありがとう、回復してくれたお姉さん。ないないない、あー、オッケーオッケー、ちゃんと防いでるわ。ちょっと間違えた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 。どこ、あーあーあー、やべ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 、ラララララララ、ライン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 、ラインライン、一回やってお願い。やばい、なんかこれ勝てるかなとか、ちょ普通にやばいやばい剣どうした。あ、でも大丈夫、あ、大丈夫大丈夫、もう大丈夫、よしよしよし、オッケーオッケーオッケー、オッケー、すみましたすみました。いやな、ハイエンターが出てくるね次から。よし、じゃ普通ラインへの叱責じゃないからね、叱責じゃない、これはもうどうしてもだから、オートだから仕方ないんだってそうそうそう、リフト動かないんだって。壊れてしまったのかなね、壊れちゃったのかね。回り道すんの結局、本当に同じ反応だよ、この壁登るのリフトありがとうございます。壁登んの、本当だ、かわいい。アイスとかき氷、何これ、なんかあるの？これランキング入るとなんかあるの？あ、入ってる一応。あー、なるほどね。ギフトカードね。なるほどなるほど。
そうしたらば、そうしたらば、そうしたらばって言わない？急に。よし、壁を登っていきます。壁をね、超絶登っていきます。私壁登るの大嫌い。なんか急に落ちたりするんだもん。私の操作のミスで操作するの下手くすぎて急に落ちたりするんだもん。嫌い。登らせないで壁を私に。どこだ？ここ？どこ登ったらいいかわかんないんだけど、あ、これかこれか。壁登れるところあるよ。そう、ありますとも、ありますとも。そう、操作ミスですなんか操作するのへったくさなんですよ。でさ、落ちるとさ、ちゃんとダメージ食らうからさ、これ。うわー、待って待って待って、どこ、あー、はいはい、リストローグルさん、限られた時の中でどれだけのことができるのだろう。言葉にならないほどの思いをどれだけあなたに伝えられるだろう。ずっと閉じ込めてた胸の痛みを消してくれた。今私が笑えるのは一緒に泣いてくれた君がいたから。一人じゃないから、君が私を守るから、強くなれる、もう何も怖くないよ。ギフトありがとうございます。あ、主権さんありがとうございます。時がなだめてく、え、合ってる。痛みとともに流れてく日の光が優しく照らしてくれる。この剣が必要なんです。だから余生を収録、うん、思い知らせてやろうじゃないか、やつらに最高うわー、出た出た、ちょっと気持ち悪いところ、ちょっとね、このエリアね、ちょっと気持ち悪いんですよね、少しだけね。の針を巻き戻すように眠ったままの君に会いに行く。長い長い旅を回らせよう。君という名の
シリンダー格納庫の敵、シリンダー格納庫ってなかったっけ、格納庫、シリンダー格納庫ってどこだ、ちょっと待ってね、どこだ、シリンダー格納庫、シリンダー格納庫、何エリアか、え、何エリアか分かります、それ、なんかコロニーシップスとか巨神の足のところとかテフラ洞窟とかコロニーないんだよとか、シリンダー格納庫、うん、シリンダー格納庫ってあそこか、これはね倒した方がいいです、コロニーないんやんな、なんかテフラ洞窟の入るところね、倒した方、いや、なんかそれで進める、倒さんくても進めるんなら倒さなくてもいい、でもあの明らかにこれを倒さないとストーリーが進まないなっていうのがあるので、きっとそうなった場合はまあ倒さなきゃいけないけど、基本的に敵は絶対倒さなきゃいけないものはなくって、レベル上げにするために私めっちゃ倒してますけど、全然大丈夫そうならレベルが全然スルーしちゃっても、あとクエストによってこの人を倒さなきゃいけない、このモンスターを倒さなきゃクエスト進まないよっていうものもあります。だからクエストっていうのはそのサブのクエスト、そう、大元のストーリーじゃなくって、サブのなんかこういうのを依頼されたよっていうのがあるじゃないですか、そういうのを進めるために、そうコンプリートするためにっていうのもあるので、そういうのはまあ倒した方がいいかなって思いますかな。長くなりましたが、こんな感じです。私もね、なんか全部が全部倒してるわけじゃないんで、なんか必要に応じてレベル上げたいなっていう時はめっちゃ倒すし、うわめんどくさってなったら倒しません。ナポンがいるじゃないか、うん、水がドバーッ、あーこってこと、こんばんは、おかえりなさい、ただいま、おかえりなさい、よーし来た、ここモンスター出ないな、モンスターが全然出てこない、そういう場所だっけ、うん、初見さんありがとうございます、ゲーム久しくやってない、私もね、そんなしょっちゅうはやらない、やり始めたらめっちゃやったりするけど。てかご飯をね食べたいんだ、マミー、ご飯できたら持ってきてほしいな、マミー見てるかな、ご飯、ご飯、おかえり、やる暇ない、私も休みの時しかやらない、そうだから休みがこんなにあったからやってるだけで、そう、あでもショールーム中には今度からちょっとするかもしれない、こうやってねお話ししながら、忙しいんだね、無理しちゃダメだよ、
キャッキング？あれ？ガラケーじゃない。アイスとあれですか？これサンリオだわ。これサンリオだ。メイナス様。メイナス様。ランキングいるわ。ありがとう。ありがとう。日の歌が流れ、時計が巻き戻されて、涙が止まらなくなった。記憶の宝物、何もわからないまま。おお、ここすげえとこじゃん。うわ、なんか来た、いっぱい。あ、ハイエンタ。夢を見てた私に手を差し伸べてくれた一番大事なことは前を向いてることだ。うなずいて元気が出た。あなたがいてくれたから、諦めず、え、歌詞やってるっけ、やってこられた。辛い時は振り返って、その姿を確かめた。あなたがいてくれたから、どこまでも歩けたんだ。私にとってあなたはずっとそこで優しく見守るホームタウン。女子の背中のね。こんばんは。ギフトありがとうございます。ハツもね、最後に選んでたね。いや、でもすごいいい歌なんですよ、本当に。なんか、うん、選んじゃう。どしゃぶり目隠して。わー、ギフトありがとうございます。いいか、 あれの予定入れなきゃ。忘れてたわ、めっちゃ忘れてた。え、わー、普通に忘れてる。ごめん、ちょっとごめん、独り言申し訳ない。いけんのかな。ノポン族。答えにたどり着けるだろう、信じ続け進んできた。私の好きな子が出てくる。
一人じゃない、遠くにいるなと思っても手をつないでるんだよ。 All I you for me 走り出せる、いつだって絆信じてる。マミー、マミー配信見てる？配信見てるかな、私の親子丼。会いたい時にいつも Stay 隣で笑ってくれた Dear my friend 電話一発速攻で What's up あーだこーだとまた俺ばっか、同じこと悩んで一緒に乗り越えて支えてくれたから歩いてこれたよ。 Ready I for you 違った、まだ夢のスタートダッシュは始まってないんだよ。 All I you for me 一緒だから、トラブルも楽しめる。 Ready I for you 一人じゃない、手をつないでるんだよ。 All I you for me 勇気が出る、いつだって絆信じてる。マミー見てないか、さすがに。ちょっと後で撮りに行こう、見てなかったら。 LINE したらいいじゃん。マミー35までレベルを上げたい、ここでは。そうなるとね、もう片っ端からね倒していくしかないんですよ、敵を。それは乗り切ったというのか。ギフトありがとうございます。母ちゃん最近マミーだよ、私。マミーになったんだけど。あー激辛オジラ、まだ夢のスタートダッシュは始まってないんだよ。うわー、マミもうちょっとレベル高いやつおらんかな、じゃないとレベル上げるのが大変、時間がかかっちゃう。そうだすい、昨日初の聞いて、あ久しぶりに聞いたなと思って。めちゃめちゃ敵倒してって頼んでくるじゃん、このノポン。でもね、ノポンっていうね可愛い生き物が出てくるんです。私ノポン族大好き。私のね好きなノポンがねきっともうちょっとでね出てくるの。私ノポン族超可愛いから、おーやっぱりここだよね。マクフィアセリン嫌い私。こんばんは。シュワシュワソーダ水。
早速なんかいるな、なんかいるね、なんか倒してって言っててなんかいるんかな。上がりたい、上に上がりたいんだけど、おフェリスがいるよ、フェリスがいるよ、倒せ。こんばんは。支えてくれたから歩いてこれたよ。こんばんは。多分私じゃなくていいね。余裕のない二人だったし、気づけば喧嘩ばかりしてさ、ごめんね。ずっと話そうと思ってた、きっと私たち合わないね。だけ二人きりしかいない部屋でさ、あなたばかり話していたよね。もしいつかどこかで会えたら、今日のことを笑ってくれるかな。理由もちゃんと話せないけれど、あなたが眠った後に泣くのは嫌。声も顔も不器用なとこも全部全部嫌いじゃないの。ドライフラワーみたい、君との日々もきっと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 色あせる。よっしゃ、討伐クエスト完了。ここにあったの、待って待って待って、どっかから襲いかかってきてんな。ちょっと待って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 、ん違うな。でもノクトないよ。ドライフラワー、ちょっと歌詞間違ってたらほんとごめん。私さ、歌詞ないと歌えないんだ。あー、やっぱりこの人だよね。なるほどね、うん、理解。やばくない？普通に死にそう。やばい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 。え、何匹いる？ 3？ やばい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 。眠らされた。いまして、頑張って。なんかよくわからん、なんか渋滞してる。間違えた、また回復する人。絶対今の場面回復するの私じゃないよね。あ、やばいやばいやばい、この人ほんと死んじゃう。かな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 、うー、これいいか。自分にかけて。やばいよ、負けそうだよ。あ、やばやばいやばいやばい、これ前次誰か死んだらやばいぞやばいぞやばいぞ。いやー、回復薬死なれるのが一番困る。よし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 、お願いだからちょっと私狙わないでもろて、頼む。いやん、ちょっと本当に死ぬからやめて。マジシャレにならんのよ、シャレにならんからさ。
あ、よしよし、これで危機は逃れた。連続攻撃2じゃないじゃん、3じゃん。それその連続攻撃は3だよ。3回当たったじゃん。ねえねえねえ、ちょっとライン未来教えるからさ。あ、いいの、よし。本当に危なかったよね。一人降りてこい、一人降りてくるんだな。ちょっと一人ずつな、落ち着いていこう。一人ずつ落ち着いて相手していこうな。3匹いっぺんに来られるとな、テンパるからな。宝箱から出るもの全部ってよろしい？よろしくない。よろしくはないですね。装備変更もできるし、まあ、装備でいらないのとかはもう売っていいかもしれんけど、装備変更もできるし、なんか後から必要になってくるものもあるんで、基本的には氷川はあんまり売らないです。まあ、もしね、なんか自分で売っていいなと思ったらそれは売っていいかも。それはなんかもう結構ね、やっぱり個人による。私は売らないけど、あんまり不安だから。後からなんか必要になって取りにも、あのなんかここで調達しなきゃいけないっていうのがめんどくさいんで、そう。メルカリに出品はちょっとおもろ。メルカリやったんか、この時代。よし、降りておいで。売らなくても全然進めます。それなりに敵倒して、そう、進んでれば全然大丈夫そう。まあなんかね、もしこれあったかな、なんか荷物いっぱいですみたいな、これ以上持てませんみたいになったら、使ってないやつから捨てていけばいいと思う。1だけあった気がするんだよな、それが。まあ、これ以上持てません的な。うわ、96の化け物がいる。にゃん。ゴワゴワ、あ、ゴワゴワだけとかは基本的に、私の夜ご飯が遅くなりそうです。どういうこと、ご飯がなくなるっていう。お母ちゃんのミスでご飯がなくなったとは、ごめん、どういうミスなんでしょうか。どういうご飯のなくなり方なんでしょうか。
あの誰かが食べちゃったとかそういうもんでよろしい面白いんだけど、そう平野家初めてかもしれない。ミスでご飯がなくなった。どういうご飯のなくなり方なんでしょうか。ちょっと詳しく教えていただけると嬉しいです。全然いいんだよ、全然そう、たくまは全然いいんだ。そう、なんかミスでご飯がなくなったらしいですさてどういうミスを犯したのか。なんか今日でもなんかさ、ご飯どのくらい炊こうって迷ってたんよ。だからなんか想像以上に誰かがご飯食べちゃったのかも。そう思ってたよりいっぱい食べたからなくなっちゃったよってことかも。そういつも平野家ね、何合炊こうって迷ってるんで、そうやっぱり食べたり食べなかったり、そう全然いいよ、待ってるよ。もしいつかどこかで会えたら、今日のことを笑ってくれるかな。理由もちゃんと話せないけれど、あなたが眠る。もうまた歌っちゃってるわ。なんか歌いたいな。大体何号？大体さ、1号から 1.5 なんよ。そう、平野家はね。うわ、やば。97がいる。友達と思っていた彼がいる。君のこと好きになるなんてまさかね。僕だって大事な人がいた。君にも何度か話したけど、でもこの頃はお互い無口になってる。降り出す夏の終わりの雨、落ち葉を踏みしめ鳴らす音、隣で僕と聞いてたのは君だったね。君と彼と僕と彼女と一つの傘の中、みんなは入れない。それでも好きだよ、他の誰よりもね。好きだと分かってるね。君も一番僕のことを見てきてくれたから。君と彼と僕と彼女、みんながもっと笑えるように願うよ。 My mind。 ギフトありがとうございます。少々お待ち。うわ、カバン持ってきてないのか今日。ちょっと上に、あ、じゃあダメじゃん、なんでもない。
描いたい理由なら分かっている。これ以上会わないと守れるはずない約束、他の誰にも話せないこと、なぜだかすべて話せちゃうんだ。君の前では一番自由でいられる。舞い散る桜の花びらも降り積む冬を告げる雪も、隣で僕と見ていたのは君だったね。君と彼と僕と彼女と二つの椅子ならばみんなは座れない。それでも好きだよ、他の誰よりもね。好きだと分かってるね、君も一番僕のそばに居続けてくれたよ。君と彼と僕と彼女、みんながもっと幸せであれ祈るよ。ママイ、ギフトありがとうございます。こんばんは。僕らは出会うタイミング少し間違ってしまっただけだけど、それでも二人で会えた。今こそ自分に素直になる時だね。降り出す夏の終わりの雨、落ち葉を踏みしめ鳴らす音、隣で僕と聞いてたのは君だったね。君と彼と僕と彼女と二傘の中、みんなは入れない。それでも好きだと誰よりもね、分かってるね、君も一番僕のことを見てきてくれたから。君と彼と僕と彼女、みんながもっと笑えるように願うよ。ママイ、うわ、なんかめっちゃおる。ママイ、こんばんは。こんばんは。ね、歌うっていいよね。最近歌ってなかったから全然。やばいよ、ちょっと戦いがなんかいろいろなんか入り乱れてて、ちょっとわかんないよ、難しいよ、私死にそうだよ、やばいよ。どこ、これやべえ、夜時間入ったからなんかいろいろだな、いろいろいるな。お、アンセル、マクナアンセル、間違えた、やばい、レベル高レベル1個高いんですけど、私より。まいっか、あ、いける、これユニークじゃないからいけるわ、余裕、大丈夫、余裕だわと思ったら私死にそうだ、全然余裕じゃないわ全然普通にやられそうだったわ。いやでもいけるな、これはいけるいけるいける、一人しかいない、
プセルどっかにもう一人いるな。まあね、もうあらかたね敵をね倒していきましょうね。レベルをねここで戦うにはちょっとレベルを上げなきゃいけないので、喜びが舞う春を思う涙の影、散りゆく花びらとなり、あなたのもとへと風が鳴るたび、そばにいるよ。なんでこれこの人回ってくん？つらえ、なんで？ん？ちょっとわかんないな、あの人。しけんさんありがとうございます。モンスターを倒すしかレベルアップはないの？そうですね、はい、一応それが大変なところなんです。マジで倒すして倒していくしかないです。そう、2、3からはね、あのゼノブレイド、あのレベル上げ割とあの楽になるんですけど、基本的には、基本的っていうか1は多分それしかない、モンスターを倒すしかないです。だからひたすらモンスターを倒してあげます。これが大変。1のはじめまして、ありがとうございます。初見さん、喜びが舞う春を思う涙の影、散りゆく花びらとなり、あなたのもとへと風が鳴るたび、そばにいるよ、たどり着けぬ悲しみより、寂しさより、守るべきは今を生きるあなた、生まれ変わったら桜の下でまた会いましょう、きっとその時には笑って永遠を誓おう、愛し愛されてこの命は芽吹いて咲いて、色褪せない眼差しを胸に舞い散る願い、あああなたに、あなたにただ会いたい。ん？おー、なるほど、はいはいはい。右と左の翼は傷つき揺れてる、穏やかな日々信じながら、愛してると伝えたくて伝えないのは忘れてほしい、明日を生きるために、生まれ変わったら桜の下でまた会いましょう、待ち焦がれた季節の中で共に歩こう、この心を染め抜いた花よ、あなたに届け、誇り高き遠い空で名もなき風に、
ちゃうんか。普通にこの人やめた方がいいぞ。大切なものはいつの時代も変わらないこと、人は知りながら過ちをなぜ繰り返す。生まれ変わったら桜の下でまた会いましょう。きっとその時には笑って永遠を誓おう。愛し愛されてこの命は芽吹いて咲いて、色褪せない眼差しを胸に舞い散る願い。ああ、あなたに、ああ、あなたに、ああ、あなたに、ただ会いたい。うわ、ああ、あなたに、ああ、あなたに、ただ会いたい。この音がいまいち、わかんねえ。これ落としたいな。一回落とさな、ちょっとやダメやんな。ケース変わった。そう、これいただいたやつです、ファンの方に。そう、お家帰ったら素敵なのが届いてたので。うわー、しぶと。まあ、36の、あの人に対抗してんだけどさ、頑張って。これさ、もともとさ、そのモナドっていう剣のさ技使わないと倒しにくいんだよね。真面目に言ったっていいじゃん。ありったけの笑顔を花束に君に伝えよう。メッセージ、ありがとう、一緒に笑ってくれて。ありがとう、一緒に泣いてくれて。大丈夫だよ、バイないよ。信じた道だけまっすぐに走るんだよ。うわー、やっぱりダメよなこれ。この人、そう、ご飯、そう、ご飯炊き終わるのを待ってます。あ、今日ね、親子丼だもん。いるもんじゃないよね。愚痴るのもありで、泣きたい時は電話して。大丈夫、どんなに離れていても大丈夫、いつだって味方だから。結婚してもおばさんになってもいつまでたっても自慢の親友だよ。ふりして涙をごまかした。動き出す窓の向こう、手を振る君の姿がだんだん小さくなっていく。親子丼いいな。お腹空いてるかって言われたらそんなお腹は空いてないんです。でもなんか食べたいなって一番ダイエットとかにしちゃいかんやつね。お腹空いてないのになんとなく食べちゃう。
ね、マミーのご飯だから。一緒に笑ってくれてありがとう、一緒に泣いてくれて大丈夫だよ、心配ないよ、帰ってくる場所はいつでもここにあるよ。違った、え、味方だから、これ歌詞間違ってるわ、私の歌詞。ちょっと君いいんだよ、いらなきゃのまね、いいよいいよいいよ、エアコンなんておいしいよね。今日さ、なんかさ、あったかいなんかちょっとご飯が食べたくてさ、今感じるものに素直でいたいの、チェンジ、何度でも生まれ変わるよ、悲しみを抱きしめて走り出すよ。霧がどこを見た、片っ端から確かめたくて、考え続けたい、偽りで出会えた僕らは何一つも奪われてないから。こんばんは。おい、バイ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 、帰るな、帰るなが死んじゃう。しっかり食らってんじゃん、すごいシール貼ったんに。いやー、この人いいって、もうマジで。ペトラさんよろ、あ、ペトラさんじゃなかったわ、ネブラさんいいっすよ。もうネブラさんがさ、すごいすごいね、ストーカー気質なんですよ。ネブラさんすごくつきまとってくるすごく付きまとってくるんですけど、何なんですかねこの人。ネブラさんちょっとしつこいんで、もうよろしい、ちょっと、ね、ネブラさんちょっとマジで本当にちょっとカルナが死にそうなんで、ちょっとやめてあげてください。本当にカルナが死にそう。カルナ本当自分にヒールかけな、ちゃんと。本当に死んじゃうから。顔にやります、謝ります、あ、ごめんなさい、私こそ失礼しました、そんなつもりないんですよ。マジネブラさん本当に、ネブラさん本当ね、本当にちょっとしつこくて。いや違う違うんですよ、あの敵なんで追っかけてくるの当たり前なんですよね、本当は。違う、でもネブラさんね、なんかね、しかも後で自爆するんですよ、なんか倒し方間違えると。やめてほしい。ほら、カルナ頑張って、カルナあんた頑張らないと。カルナ回復役だからさ、カルナいなくなっちゃう、困るんだよ。もうなんかいろいろ渋滞渋滞、いろいろ渋滞いろいろ渋滞よ。行ってもう、ネブラ行ってもう、ネブラいいよ、ネブラ帰ろう。いやマジでネブラ本当にもういいよ、終わった。ネブラーすごい、ネブラついてくんじゃん。あー、勝て勝て、よし、帰ってきました、ちゃんと。カルナの回復がやばい。そう、本当にマジで、あのネブラはマジで自爆します、やめてほしい。なんでなんだろうね、どういう、なんでどういう仕組みだね、ゲームの仕組みやんなごめん、そういうゲームやもんね、そういうキャラクターだよな。
っきゃ。ね、多分エーテル確認してくるんだよね、あの人。こんばんは。もう、もういで。二人同時に相手したるわい。の方がちょっと効率的なので。うわ、吹っ飛ばされた。最悪最悪、やばい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 。ああ、気絶してるよ、助けて助けてと思ったけど、みんな気絶してた。そう、今日ピクミン発売日なんですよ。そう、マジでやりたい。引っこ抜かれて、あなただけについていくだけ。今日も運ぶ、戦う、える、そして食べられる、ほったかされて。そう、食べられるんですよ。なんかそろそろ遊んじゃおうかなとか。え、しかもさ、2番の歌詞を聞いたらさ、なんか2番の歌詞に「でも私たち愛してくれとは言わないよ」みたいな歌詞があってさ、うわ、悲しすぎるだろうと思って今日見てたのよ、歌詞を。そう、悲しいだろうと思って。私のそんな大したことないピクミンの歌で喜んでくれるなんてありがとうございます。そう、歌詞もちょっと曖昧な申し訳ねえ。そう、愛してくれとは言わないって、悲しい。私が愛してあげるよ、たっぷりたくさん愛してあげるよ。もう家族のように可愛がったるわ、みんな。本当にもう、それ聞いて、オリマーだっけ、オリマーかオリバーかちょっと忘れたんだけどさ、多いと思って大切にしてやってっていうね、なんか急に感情移入が操作するの自分なのに。そう、でもね、それでも私はピクミンをやりたいと思った。オリマーか、そう、それでも私はピクミンをやりたいこんなこと言ってんのに。ピクミンしたいよね、私も。久しぶりにやりたいなと思った。ワンピースも欲しいし、あれだね、一回ゲーム始めるとね、なんかゲームカセットやっぱりどうしても欲しくなるね。ね、そう、ワンちゃんみたいのいるよね。そう、可愛かった。なんかちょっとおとぼけた顔が可愛い。眠ってるな、眠ってるな、私眠ってるな。また寝てるよ。起こして、誰か起こして。 OK、 ん、おい、ばいばいばい、なんで、な、カルナ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 、なんで死んでんのカルナうわ、出た出た、ネブラネブラ本当に混んでいいって。ネブラやめて。またネブラが来ました。また私を襲ってきました。ちょ、カルナカルナカルナ、ちょっと自分にね、ちゃんとね、バリアかけといて。間に合ってねー、バリア間に合ってねーよ。いや、よし、逃げるよ、みんな逃げるよ、ほら、逃走逃走、あ、逃げるよ逃げるよ。
ちゃんと逃げるんだ。ほら逃げるんだよ。ネブラはもう相手にならんから、ちょっと今私の今の何スキルじゃちょっとどうにもならんから、行くで。なんか、あ、はいはいはい、97のね、プテルスね。おお、アンセル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 、おいで、いく、はい、ここでね、戦おうね。よっしゃー、今日も運ぶ、戦う、増える、そして食べられる、あお、ウェウェウェイ、ほったかされて、言葉を覚えてゆくたび、面影の中手を伸ばすのだけど、一人ではわからない言葉もあるのかもしれない。さよならは苦くて、愛してるは遠い匂いがした。例えようのないこの思いはとても怖くて、だけどとても愛しくて、私なんで泣いてるんだろう、心になんて答えたらいい、言葉はいつでも語るでもなくて、そこにあるばかり、私はあなたに会いたくなる。綺麗な言葉を覚えてゆくたび、自分のことが嫌になりそう。だけど背を向けちゃいけない言葉もあるのかもしれない。悲しみは冷たく、ありがとうはぬに色づく。形のないもの触れるたびに、あなたの声がと響いているの。33までもうちょっとかな。書きかけてはやめた、宛先のない手紙は風に揺れる、届けたい人の場所、待ちでした。始まりの終わりを伝えるため生きることをやめないことを、あなたに今日を誇れるように、私なんで泣いてるんだろう、心になんて答えたらいい、言葉はいつ
スでも語るでもなくて、そこにあるばかり募るばかり、私はあなたに会いたくなるよ。これね、あれかな、なんだっけ、あ、ギフトありがとうございます。かき氷ありがとう。なんだっけなんだっけ、タイトル出てこんわ、これ。あのさ、美だっけ、うわー出てこない、アニメの名前。なんかさ、軍人やった女の子が手紙を、あの義手になって、なんか手紙の中代行みたいのするっていうか、なんていうんやっけ、なんつなんつったんだ、バイオレット・ヴァーガーデンの歌ですね、確か。これできてよかった。こんばんは。書きかけてはやめた、あてさきのない手紙は風に揺れる、届けたい人の街まで、始まりの終わりを伝えるために、生きることやめないことを、あなたに今日を誇れるように、私なんで泣いてるんだろう。芽吹いてゆく、あ、これダメだ、久しぶりに撮ったら分かんないわ。正義が何だって知ったってげりゃいい、笑んで吐いた、どこだ、触笑して笑った声もないまま、こんばんは。家の温度30度、暑いね。非常にも憎んでも分かんない。うわー、これ久しぶりに聞いたんだ、全く覚えてない。2人ありがとうございます。ありがとう声の限り、悲しみよりもっと大事なこと、去りゆく背中に伝えたくて、ぬくもりと痛みに間に合うように、思っていた
僕らの明日を描いていた、呼び合っていた光がまだ胸の奥に熱いのに、僕たちは燃え盛る旅の途中で出会い、手を取りそして話した未来のために、早かった、叶うたび僕は君を思うだろう、強くなりたいと願い泣いた。やばい、音がちょっとわかんないやもうこんなわかんなくなるもんだっけ。止めたい、叶わない君の正体は迷宮入りの難解なミステリー、心変わり色変わり軽やかに姿を変えたのは、悲しいほどの夕暮れ、僕の知らない君は誰。ギフトありがとうございます。ホムラね、でも声出ないんよホムラって。ん、お急行列車が通り過ぎた、さびれた駅のホームには隙間風が吹き抜けた、姿はどこにも見当たらなくて、うわっ、ありがとうございます。何が何だった普段食べない人がねあ、まあかなと思っとった、うん、ううね、よかったよ、でも食べて、じゃあ全然それならなくなってもいいっす。じゃあいただきます。頭蒸れないですか？蒸れないですよ、大丈夫ですよ。こんなもんだ、うんうん、やこ丼、うん、甘ものかこれ、おいしい。キュウリの音が不正ですねってなかなか言わんで、この品物は好き、わかめとイカの、おいしい。あつ。ASMR だね。ASMR ってやっぱり好きな人と嫌いな人いるからね。嫌いな人は音を切っといてください、今の間だけ。
三つ葉は苦手じゃない。うん、おいしい。ASM、 あ、それそれマジでリスペクトでしょやば、うん、お仕事お疲れ様。じゃなかったこんなか。いやじゃあ。初めて入ったお蕎麦さん大盛り4人前やばいね しかもね、一気にそんなたくさんは食べられないけど、なんかちまちまちまっとなら永遠に食べていられるタイプだから、1日の総量にするとすごい量になるんですよ。うん、おいしい。うん、あ、食事になったらランキングいきますね。めっちゃ暑かった今。美味しい。でも私熱々のうちに食べるの大好きなんですよ。で、揚げ句の果てにちゃんとやけどします口の中ちゃんとけどして、今はしてないかな多分。そう、熱いものは熱いうちに食べたい。それが一番美味しい状態なんだもん。だから物なんか料理とかするけどさ、それも熱いのをフーフーしながらそれはやばいそれはやばい。そうだから作っ
作る立場に立った時にもやっぱり出来たて食べてほしいな、一番いい状態を食べてほしいなって思う。そう、経費、それは経費を払ってんのか。なるほど、そういうね経費の払い方があるんだね。なるほどなるほど、面白いと思います初めて聞いた。うん、うん、ギフトありがとうございます。ごちそうさまでした。よし、食べるの早いな相変わらずね食べるの早いんです、許してね。本当は良くないんだよ、みんなはちゃんとね噛んで食べるんだよ。私マジで早いんです食べるの、治んなくってどうしてもあれなんだから。お酒とかもさめっちゃ飲むペース早くってさ、そうこれはねなんかもうお酒とかもなんかマミーに聞いた、マミーも意外と飲むときはペース早い人らしくては似てるんだなと思って。アイス対かき氷エントリーしてる、なんかエントリーしてなくても多分勝手にキャンペーンになってる。うん、ダメなんだよみんな、ちゃんとよく噛んで。なんか食事ってさ15分から30分かけるのが一番いいって聞いたんだけど、だからちゃんとだけかけてゆっくり食べて。ギフトありがとうございます。のんびり食べても暇なんだもん。いや私もでもそう、本当に私だからもうスーパーって食べちゃいたい人パーって食べてよし。そうでゲームとか漫画読み始めたりしちゃう人ね、本当はダメなんだからね。でも本当に私のはマジで健康に悪いと思う。噛んでない自覚もあるし、あんまりね。そう飲むのもめっちゃ早いし、いやこれは本当に良くない、分かってる分かってるんだけどね、どうしてもね治んないよねなかなかね癖ってね。
来てありがとうございます。パスタ1本ずつ食べてる人見た時4度見ぐらいしちゃいます。うん、するな私も。おおってなる。でもさ、おなんかさ、大きくすくってちゃんとね綺麗に食べるっていうのが前提だけど、大きくすくってお口の中に入れるっていうのもなかなか氷川可愛いなと思うんだけど、そう女の子ね、うん、見てるとすごい食べっぷりいいな、すごい可愛いなって私は見ちゃう人なんですけど、皆さんはどう思いますか。皆さんはどうお考えでしょうか。ご意見お聞かせください。大きくすくった途中で麺を切ったら怒ります。あ、怒るんだ、そこまでなんだね。なるほど。おー、こんばんは。うわー、ネブラいっぱい。私の嫌いなネブラがいっぱい。いっぱい。ネブラやめてくれ。頼む。ネブラ嫌いなのだ、私は。ルンちゃんではないよ。そのつもりなかったんだけど。ん？さっき来たとこかこれ。もう戻ろう。こんばんは。君にもいつかわかる、白いカラスの行き先、人知れず僕らは飛ぶ、華やぐ街を。探して空っぽの自分が恥ずかしがらさ、世界が決めたルールに僕らはただ身を任せて笑ってればいいの。裸のまま炎を赴くままに目をそらしていた真実の姿、下す決断、黒い衣を脱ぎ捨て立ち上がるんだ、純白な願い、僕らの翼、迷いを今振り払い羽ばたくんだ、恐れるんだ答えなら闇の向こうに。おー、メリアちゃん大丈夫か。何が正しいのかなんて早いもん勝ちで決まってく時代さ、手遅れでしょうってみんな足踏み、居心地よくてただ眠れなくて、
どうして世界は一つになりたがる？夢も理想も同じわけないのに、誰より高く飛びたいってイメージ、僕たちはそれだけを手がかりに、後ろ指にもまたね、まだ知らない明日へと旅立つ、明日へと旅立つんだ、一人ずつ違うこと誇りに変えて、白いカラスは見つめる、静かに力強い希望の息吹。マリアちゃん、ためでもなく下す決断、黒い衣を脱ぎ捨て立ち上がるんだ、純白な願い僕らの翼、迷いを今振り払い羽ばたくんだ、恐れるな答えなら闇の向こうに。2時間ありがとう。9時になったらねランキングいきます。でそのまま終わります。君にもいつかわかる、白いカラスの行け先、ひてせ噛んだ涙の意味が、ね、ネブラさん、ネブラさん、ネブラ好きなの？ネブラ好きだった？おー、ちょっと待ってね、エリアマップ。原生林。ん？はいはい、忘れてた、私今一人なんだ。チュチュウェイ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 、あんまりこれ敵戦わん方がいいな、これ回復薬いないし。あ、やめよう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 、逃げよう逃げよう、シュルク逃げよう、今私一人なんだって、一人なんだって、太刀打ちできないよ、シュルク逃げるんだって、死んじゃうよ君。うわマジか、ここすごいいい場所なのにな、いい場所なのに私は今一人だ、一人だと太刀打ちできない。どこ、え、あ、誰より高く飛びたいってイメージ、僕たちはそれだけを手がかりに、あーやばいやばいやばい、死ぬ死ぬ死ぬ、危ない危ない危ない、びっくりしたびっくりした、はあ
私の好きなキャラアルビース。こんにちは。アルビースじゃないか。イケメンのアルビースです。だろ。仲間ですか。さてどうでしょう。どうでしょう。それはねちょっとネタバレになるんでね。まあでもちょこちょこ出てきますこの人。こいつらは。いや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 。おお。わあシュルク。今ねストーリー進んでるんで、今ねちょっとねストーリー上で敵が襲ってきたよっていう感じですね。そうだから別に私は戦わなくていいんですよ、ストーリー進んでるだけなんで。そんなバナナ。ハイエンタムじゃないの？わあかっこいいね、このシーンかっこいいんだよね。かっこいいアルビース、ギフトありがとうございます。投げ方までイケメンって何。かっこいいんです、アルビースはかっこいいです、私は好きですアルビース。君にもできるさ。アルビースマジで好き、私は。シュルクもねかっこいいんですよ。ダンバンさんも好き。でも違う、一番好きなのは違うんです、一番好きなのはまだ出てきてない。そう、あーなるほどね、ここでネブラの出るか。え違う、一番好きなのは違うんです、私の一番好きなの。そう、一番好き、本当にまだ出てきてない、早く出てきてほしい。私はマクナゲンセイリンで出てくるはずなんだよ、可愛い子ちゃんが。私の
ちょっとね、まだまだ出てきたら名前言いますね。私の一番好き、なんならその3つの中でも上位に入るレベルで好き。そのキャラ超いい、かわいい、大好き、本当に愛してる。かわいすぎるから。普通に間違えたかも。あ、やばいやばいやばい、死にそう死にそう死にそう、普通に死にそう。こんばんは。あ、やばい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 、死に死ぬ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 、私死にそう、私死にそう。いやー、ちょっとアルビウス助けてよ、アルビウス、アルビウス助けてって、アルビウス、私が死んじゃう、アルビウスが助けてくれない、アルビウスさっきみたいに助けてよ、私死んじゃうじゃん、アルビウス、よし、ギフトありがとうございます、大丈夫でした悪情だなこれ優しいようでね、ちょっと優しくないのかもしれないこんばんは。どっちなんだい。きんに君だ。きんに君。君はなぜそんなにモナドに詳しいんだ。君は一体。シュールくん、ああ来てくれた、ありがとう、ライン。いなくなった、アルビースが消えました。不思議くんです、アルビース。ギフトありがとうございます。ルビース、君は一体誰なんだ、何者なんだ。会ってみたいな。
りやったん。気になる？まあ物語を進めていけばわかるさ。メリアタン。そうですよね。ですよね。ビンタされたんですけど。助けたのにビンタされた。優しいシルク。メリアも可愛いんだよな、この子。メリアちゃん可愛いんだよ。辛辣。メリアがね、ちょっとね、道中案内してくれるそうです。ノポン族に会いに行きます。ストーリー飛ばしたら分かんなくなるじゃん。ストーリーがひか好きなんだもん。ノポン族に会いに行きます。会える、ノポンに会える。私ノポン大好き。本当にノポン大好き。ノポン愛してる私本当に。うわあ、こっちにするかな。そう、これストーリーがねやっぱりいいっていうのがね、私は好きなので。そう、ノポンね、でも多分ちょいちょい出てきてるんじゃないかな。なんかさ、ちっちゃいさ、なんか人間じゃないやついなかった？ひよこみたいな。ひよこ？なんて言ったらいいんだろう。あれがね、ノポン族ですね。ノポン、まあノポンの中にもお名前があるんですよ、もちろん。その個人でお名前があるんだけど、そのそういう生き物、あの総称を、あの形をした総称をノポンと言います。ノポン族。あれ、カルナじゃなくなったんだけど。なんでダンバン出てきた急に。あれ、え、ちょちょちょ、君回復できないじゃないか。ごめんね、ダンバンさん私好きなんだけどさ、君回復できないからさ、ごめん、パーティーに入れられないんだよ。本当はあんまり入れたくないんだよ。回復できないと困るんだって。え、なんでダンバンさんなん？ちょっとダンバンさんはちょっと好きだけど困る。パーティーパーティー、勝手に変えないでください。カルナにしてください。カルナちゃんと回復してくれるから。ダンバンさんも意外とオールマイティーではあるんだけどね。
いや、どこだ。今日はでもノポンには会えないかな。ノポンには会えなそう今日は。あーでもあれだな、私が夜とか進めてたらノポンには会えるわ。配信中ではそう、ちょっと君にもいつかわかる。白いガラスの行き先、人知れず僕らは飛ぶ華やく街を。ティティンティティン、ティティンティティン。ここだ。上かな。クエストをね、ちょっと、おお、いた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 、いっぱいいるね。おいで、ジャンゴ。ジャンゴって言うとさ、ワンピースの方出てきちゃう、どうしても。ジャンゴ、ジャンゴクロードさんです、こちらは。なんかフクロウ、フクロウだねこれ。ジャンゴクロードさん、フクロウですね。間違えた、間違えたよ、普通にやり、いや間違えたよ、使うもん間違えたよ。わい。あれ？これでコンプリートしちゃった。キャラが把握できない？私のパー、今パーティーに参加できるのは、シュルクとラインとカルナって、シュルクは主人公、そう、ラインはまあなんかシュルクのお友達、そう、防御担当ラインさんで、カルナがあの道中出会った別のねとこに住んでた基本的に回復担当の女性、ダンバンはシュルクのまあ、お友達って言ったらお友達だけど、そのシュルクのなんて、なんかヒロイン、このゲームのヒロイン、ヒロインでもないの、なんかちょっと違う、あ、まあシュルクはまあなんかちょっとお兄さん的、シュルクのお兄さん的存在、ダンバンそう、以上です。難しいね。よっしゃ、進みますか。ジャンクロード。ジャンゴクロードです。ちょっと本当にマジでゼノブレイドさ、1やる人、やる人さ、2、3までやってほしい。すっごい、それで、そういうこと、あ、なるほどねってなると思うから、ちゃんと2、3まで、なんかできたらやってほしい。そう、めっちゃいい、あ、なるほどねっていう納得がちょっとできるんで、それで。
あ、そういうことだったね。ストーリー自体結構難しいんですよこれ。私もなんかちゃんと全部理解できてないところもあるくらい、いや難しいです。おいでジャンゴ、ジャンゴおいで、ここまで。うわやばい、バッテリーがもう終わるか、一旦だから。いや配信終わる時間だもんね多分。広くたくさん育てないとクリアできないとか、いやそんなことない。私もそんな、なんかレベルに関してはみんな大体一緒に上がっていくんで、そうパーティーに入ったらみんな一緒に上がっていくんで、ほぼほぼ。ジャンゴ、マリオの敵キャラにもジャンゴっているの。私はもうワンピースが真っ先に出るよ。変わったジャンゴ、クセ強ジャンゴね。ウソップの時に出てきた。その後もちょいなんかちょっと出てくる時あるけど。こんにちは。君にもいつか白いカラスの毛先。うわ、あいつユニークっぽいぞ、ユニークっぽいぞ、ユニークだよね。うわー、ちょっと一回行ってみるね、ちょっと一回行ってみるね。うん、ちょっとユニークはね、やっぱりちょっとレベルをねしっかり上げないと怖いんですけど、ちょっと倒したいんで行ってみます。ワンちゃんいけるんじゃない？どこ？よし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 、いいよいいよ、今のところいい感じよ、悪くないと思う。私狙ってんやん、狙うな。でもこれさ、飛んでる生き物ってさ、うわ私狙うやん、やだ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 。そう、飛んでる生き物ってさ本当にさダメなんだよ、見づらいんだよ。ごめんカルナ、ちょっとダンバンの回復してあげてほしいんだが。やばい、私も死ぬ、私も死ぬ、私も死ぬ、いや、うわやばい、ペイ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 、うわー、ダンバンじゃないライン死んだ、起きて。やべやべべべべべべやべべべべべ、えい、防いで防いで、ちゃんと君ちゃんと防いだ。うおうわ死んだやん、嘘だろ。いや
したいよ倒したいよ、いい感じに来てるじゃん。ダメダメダメ、カルダカルダカルダ死んじゃう、カルダ死んじゃう、カルダ死んじゃう、カルダ死んじゃった。待って、カルダ死んだらやばいやばいやばい、普通にやばい、本当にやばい、普通にやばいって。待って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 、待てい、よし来た、カルダカルダ、今今行くぞカルダ。間違えた、私回復じゃない、死ぬ、死んじゃう。うわ、私じゃん、狙ってくんの。ないいや、まあ死ぬから、ちょっと待って待って、あんた死んじゃうからさ、死んじゃうからさ、ダメだな。よし、いけるから、いけるから、ライン、あとちょっとだからさ、ちょっとあとちょっと耐えよう、あとマジでこれいけるから、いけるから、絶対いけるから、いけるから、よし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 、来たぞ来たぞ来たぞ、いいぞ。よし、今何時、あ、1分過ぎちゃう、ちょっと待って、装備だけちょっと確認させて、装備だけ確認して終わりますね。いい感じよね、ナイスナイスでしたね、連携がね、さすが。時間ほんで、よし。疲れるわ、今度どっと疲れがちょっと強いってきた、戦うと。それじゃね、ちょっとねランキングの方にね行きたいと思います。はい、13位出席されるラインさん、はい、ランタンさん、はい、12位たもっちゃんさん。もう軽く流しちゃった。で13位たもっちゃん、32位ゆうこさん、11位さるきち、30位カートぴょんずさん、9位プリーツさん、8位桜のお友達さん、7位ところてんさん、6位かぼちゃん、5位ねぶらさん、けんけんけんさんかな、4位ゆうぼうさん、3位鉄道ナイツさん、2位かいさん、1位ゆうたさんです。ありがとうございます。ギフトいきます。鎌倉殿様さん、鉄道のエイトさん、ずっと R7S さん、ねぶらさん、けんけんけんさん、ランタンさん、ところてんさん、ゆうぼうさんです。ありがとうございます。ランキングじゃなかった、ギフト呼ばれてない方、挙手でお願いします。ゆうたさん、ランタンさんの扱い、いやいやいや、だってランタンさんだもん。違う違う、別扱いはね、私変な風にしてるつもりはない。違う、でもランタンさんお名前がね、あの分かりやすいからランタンさんだよっていう、そう、桜のお友達さん、かぼちゃん、そう、だから別に扱いを雑にしてるつもりは私は全くない。かいさん、ランタンさん喜んでる？あ、そうなのか。大丈夫ですかね。はい、ありがとうございます。ということでね、本日はこれで配信終わりたいと思います。ショールーム、インスタグラム755、ツイッター、ぜひいいね、コメント、フォローをお願いいたします。あとはそうだな、うん、あ、うん、ないかな、大丈夫かな。明日の朝は6時かな、6時から7時のどっかに始めます。はい、なので、ぜひ見に来てください。明日からお仕事ですよ、お仕事行ってきますよ、見に来てください。
かなあ。あとは大丈夫そうかな。はい、かな。ということで今日も皆さん見に来てくださってありがとうございました、はい、また明日お会いしましょう。それではまたね。もう仕事だ明日から。頑張ってきます。ゆっくり休んでください。おやすみ。ありがとう見に来てくれて。